ロバート・ジョー・ウィックマンは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、グリーンベイ出身の元プロ野球選手、ウトウミギ子供の頃に、人差し指の先端を切断したため、ボールに不規則な回転がかかり、フォーシームが沈みながらシュートする。1990年に、シカゴ・ホワイトソックスからドラフト二巡目で指名され、入団。1992年1月10日に、 スティーブ・サックスとの1対3のトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍。移籍1年目の1992年8月24日にメジャーデビュー。同年8試合に先発登板し、翌1993年も当初は先発投手として起用され、開幕から8連勝を記録。7月22日に初のリリーフ登板をして、以降はリリーフ投手として起用された。 1994年以降、1995年5月13日の登板を除きリリーフとして登板している。1996年8月23日、ジェラルド・ウィリアムズと共に2対3のトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍。ブルワーズでは、1997年から3年連続で70試合以上に登板。1998年、 ダグ・ジョーンズに代わり、クローザーを務め、25セーブを記録。1999年には、球団新記録となる37セーブを記録。2000年も、ブルワーズでクローザーを務め、オールスター初選出を果たした。ウィックマンは、同年7月28日に、ブルワーズ側が4選手、インディアンス側が、リッチー・セクソンを含め3選手とのトレードで移籍。 インディアンスでもクローザーを務め、2001年は30セーブを記録したが、2002年は8月10日の登板を、最後にシーズンを終え、2003年はトミー・ジョン手術のため、マイナーで4試合に登板しただけに終わった。2004年7月6日にメジャー復帰。2005年、リーグ最多の45セーブを記録し、2回目のオールスター選出を果たした。 2006年5月7日にインディアンスで通算130セーブ目を挙げ、ダグ・ジョーンズの球団通算セーブ記録を更新。クローザー不在のアトランタ・ブレイブスが2006年7月20日、マックス・ラミレスとのトレードでウィックマンを獲得。ブレイブス遺跡後、28試合の登板で防御率1.0418セーブを記録。 シーズン途中の9月20日には1年650万ドルで契約延長。2007年9月1日、ブレーブスはウィックマンを解雇。9月7日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約。シーズン終了後、フリーエージェントとなったが契約できずにいる。ありがとうございます。